わあ、こんなんもあるんや。新流麺館、週末限定牛骨ラーメン。見て、ほらこれ肉肉、この焼き肉みたいな肉、チャーシュー。ちょっとゆっくり中で考えたいと思います。こんにちは、みみのはんなりみやこ TV です。え、今日もやってまいりましたよ。毎日健康時々ラーメン生活ということで、今日は宇治田原の方にやってきております。そして宇治田原の以前撮ったこちら、万世さん、こちらのお店を撮った時に向かいにね、めっちゃいい感じのラーメン屋さんがあって、で、私のお友達なんですけども、ぜひね、ここのラーメン屋さん行ってきてっていうことで、めちゃくちゃ美味しいらしいんですよ。なので今日はそちらのラーメン屋さんをご紹介したいと思います。行ってくるよ、皆の衆ついてきなはれ、行くぞ。さあ、ここはみんな知ってる人は知ってるんじゃないでしょうか。宇治田原の、じゃーん、新流麺館。すごいね、ゴリラちゃん。ここのね、チャーシューがめちゃくちゃうまいっていうことなので、実食してきたいと思います。座りました。今からメニューを紹介したいと思います。名物のデリシャスラーメンとライスにしました。完成。すごいな、このチャーシュー。ではいただきたいと思います。美味しい。大体朝日にびっくり。めっちゃ美味しい。これはね、胡椒がね、めっちゃ効いた。朝日によく見てたら、毎日食べれるというよりは、もう朝昼晩食べても飽きない感じのラーメンです。食べ応え最高。これ中やけどめっちゃ大盛り。言ってる意味が分かる。このチャーシューほんまに美味しい。
胡椒豆乳。昔ながらの京都ラーメンって感じ。うん、これ好きやわ。うん、ね、これ美味しいね。やるよやるよやるよ、ちゃんとやるよ。チャーシュー巻き、オープン11時にしてもう満席です。実況中継すごい人気。なんかパンパンになるこの肉。だってこんな分厚いの、こんな分厚いの。4枚5枚。めっちゃ入ってた。リゾット。最高やね、新入なんか。ごちそうさまでした。何やめっちゃお腹パンパンになった。ジューライスとジューラーメンとジューカツラーメン食べるんだけど、私でこんなお腹いっぱいになるからライス食べなかったら小でいいと思うわ。男の人は知らんけど、男の人は大でもいけると思うけど、めっちゃお腹いっぱいになる。なんで最高に美味しかったです。もう癖がなく、もう昔ながらの京都の美味しいラーメン。さっきも言いましたけどね、オープンでもう満席。すごいね。それぐらいの勢いで本当に美味しかったです。宇治川最後まで。ねえ、かなり
TV ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひまた美味しいお店を見せていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。お腹いっぱいだ。じゃあね。1、2、3、カモン。